斉藤アンナです。アンニョ。私たち有頂天リーフです。よろしくお願いします。はい、本日は暑い中本当にありがとうございます。ありがとうございます。はい、そして骨髄ドナー啓発イベントに来てくださって本当にありがとうございます。そしてお招きいただきありがとうございます。ありがとうございます。はい、このビブフォーライフ骨髄ドナーは本田美奈子さんの、発案により摘発された、難病支援に行っている NPO 団体です。本田美奈子さんは骨髄性白血病にある38歳で亡くなられて、闘病生活中に、NPO 法人のライブオアライフを設立しました。現在登録者数の減少が著しく、救えるはずの命が失われています。皆さんの行動がたくさんの方の希望になりますので、ご協力お願いします。お願いします。あちらのテントで募金を行っておりますので、ご協力お願いします。お願いします。はい、まだまだイベントは続くまで皆さん水分補給をしながら楽しんでてください。お願いします。お願いします。それでは次の曲いきたいと思います。